はい、みなさん、こんにちは。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 兄貴です。よしです。かずやんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずはなんか、前半の最初に声調子良くなりましたね。どんどん調子が良くなってきてるやんて。すごいすごい。さすがですね。今すごい元気になってきてさ、もう昼間ずっと寝てたで、今日どうしようと思ってる、今から。じゃあ、前半でですね、素敵なゴーレムトラップができましたので、ここにじゃあ処理層を作っていきましょうか。はい、処理的なものですね。はい、やっていきましょう。はい、ショータイム。こっから落ちてくるの？いや、落とし穴を作る感じですよね、落とし穴を。最後マグマブロックで焼いて回収っていう感じなんで。あ、そういえばカズさん、はい、ちゃんとあのゾンビの名前変えてきましたんで。何してやろう。あーってやつなんで、やる気のある名前になったの。もうちょっとありますよ。ほら、ちょっと待って、チェックしに行かんだかんな。ちょっとセンスがね問われるからね。そうなんですよね、ちょっとあーよりは全然センスありますけど。なんだろう、わかった、レクサス。レクサス、違います違います。おお、はい、ボズボンになってるやないか、お前は。ボズボンからレール無限教えてもらったし。ああですね、はい、あの他にもいろいろパクってますよ、ボズボンさんから。先輩としてあるまじき行為やけど、めちゃめちゃパクってます。先輩の特権ですね、そう。役は許さんけど。そういえば俺、鉄を集めるための鉄が欲しいよ、ね。うん、あ、鉄ね、さっき焼いたらばどっかに、うん、あったよ。ガラス、ここはもう確かね、結構あったな。レザーの方とか、ポッパーでもあのあれじゃないの、襲撃者トラップレンズ壊したらいいんじゃない。いや、襲撃者はやっぱ使う、ね、使う。あ、ちょっとチェストの中入ってよ、ポッパー。2個だけしかなかったね。2個で十分。2個で十分。あ、それマグマのやつでもジクジクなったっけ。はい、ジュンジュワってなるでしょ。なるよ、なるけどダメージちょっと遅い。だからあのピストンでさ、もう一個いいのありますよ。もう一個いいのも水スキーマグマジョバー。あー、いつものやつ。マグマジョバー。お、マグマハン、マグマハン、マグマハン。何個いますか、マグマ。1マグマや。あ、ならここにあるよ。さっき取ってきたで、俺いっぱい。はい、こんにちは。おい。ほんでもう、ここにマグマジョバーで。ここですか、上の。よしよしよし。もうほんでジョバーやろ。あ、ほんとだ。で、ここ下掘って、アイテムを落とすんだ。イエスイエスイエス。もうジョバーですわ。ここに、ホッパー。へぇー。こんだけ？あー、へぇー、面白。もうこんだけでできたんじゃね？こんにちは。こんにちは。来てるんじゃないですか。どうすかね、これゴーレムやらんだかんのすかね。これやらないかんすよ。この下のゴーレム。いらんの、この石のアリゲル。いらないっすね。いらんよね。ここな。はい、ゴーレム倒いてきて。了解っす。おお。レールをまたがないっすよ、こいつは。おお、どんどん傷つけてる。兄貴がゴーレムを傷物にした。責任取らんだかも、これは。おーい。もう一回どっか行っちゃったね。うん。旅だったわ。あ、おったおった、ここにおるわ。おい、どうした。よしよし、こんなら、うちもここから。おーい、ゴーレム出てこんやんけ。どうなってるんやん。条件ありましたっけ。なんかさっきは何を満たした。なんか、今のバージョンでどうかわかんないですけど、キル、活動するときと活動しんときの村人が朝と夕方に1回ずつみたいな。あ、そうなの。感じのは聞いたことありますけど、今のバージョンは分かんない。完璧や。ゴーレム落ちてこんけど完璧や。あかんやん。一番あかんやん。ゴーレムは全然落ちてこんけど。一番あかん結果です。さっきなんで落ちてきたんやん。なんでだろうか。お前つけた瞬間やったよね。うん、出てきた。でもやっぱドズボンっていう名前が嫌なんじゃないんか、あいつら。ドズボンが嫌な、マグニーにしようって。マジ？そんなこと。嘘でしょ。いや、マグニーんとこ見たらもうアホほど湧いてたけどな。何それ、マジで。距離感とかなんか違うかもしれんな。村人とゾンビですか。距離感一番大事じゃないですか。で、湧いたでな、さっき。そうですね、言って、まあ、言って湧いたでな、ちょっと待ってな。あ、高さがちょっと違うのあるな。水流してるところ同じ高さでやってると思うんやけど、うちらそれが2マス高いね。あ、本物は2マス高いですか。本物2マス高い。そんな影響あるかな。2マス高くしてみる。はい、うん、他はねもう似たようなもんやわ。お、2マス上げバージョンやね。はい、でやな、ガラスを上に乗っけてくやんね。
ヘイトが村人に行ってないんかな。こんな気もしますよ。一旦寝よ。しゃ。おはようちゃー。おちゃす。どうすか。もうバチバチに湧いてるでしょ、もう。二段上げましたからね。金色も湧いてる。満員どころはもうなんか、ほんと10秒20秒で一体湧くぐらいのレベルやったよ。絶対何か違うな、じゃあ。絶対違います、ね。うん、方角かな、じゃあ。さっきほんといい場面だけ収録できたんだな、うち。もう頭高さが違うとか。高さもありえるね。ゾンビと村人の高さ。村人に必死感がないんだよね、村人に必死感は。うん、ないっすね。それかもしれないですね。もっと必死さが、がむしゃらさが必要ですね。がむしゃらになってほしいに、全然がむしゃらになってないっていう。ベッド置き直してみる一回。あ、そうですね。ベッド置き直しありかな。ベッド置き直してもこいつらは移動はせんやろ。大丈夫やろ。下にベッドがあるとかかな。どう？あ、あ、俺だ。ああ、うん、怪しいわそれ。見えるなそれ。近場のベッドを壊すか。壊そう壊そう。壊しとこね。怪しいなそれは。しかしね、これファインプレー。ファインプレー。ベッドなくなったっけ？ベッドなくしました。ベッドも置き直したし、出てきてもいいんやないか？うん。10秒に1回ぐらいですもんね。うん、10秒に1回だよ。凄まじいスパンですね。ではもうベッドねえか？あ、ここにもあるじゃん。よし、乗り込む。ました。この状態でもう1回置き直しますか？あ、うん、そうだね。よし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 、ベッド持ってきたべ。やっべ、やっべ、はよ、はまっつんだ。ちょちょちょ、やばいやばい。真ん中入ってんだ。あ、今こそカヌー。カヌーの恩返しを。お、カヌーの恩返し。カヌーファン、カヌーファン。カヌーありますよ。カヌーファン、カヌーファン。しかも村人で全然見えねえ。カヌーファン、カヌーファン。違う違う違う、カヌー上に設置してあげるの。あ、なるほど。うん。そうそうそう。下から回ってて、ミクミクする。よし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 。なるほど。そう。あー、よかったよかった。まあ、ただ、わかんわな。何がおかしいんやろ。なんて平和のトラップなんだろうこれ。トラップじゃねえ。おはやちわー。喉の調子は良くなってるけど、ゴーレムの調子は上がっていない。マウギーサーバー、マウギーさんって。マウギーサーバーの方も危機感ないわ、うん、え、マジっすか。村人平然としている、なのにずっと生まれ続けてるんですか。生まれ続ける。あ、でも今ヘイトがこっちに向くと意外と分かんなくなってきたかもしれない。やっぱヘイトがうちらに向いてるってのがなんかあるんかもしれんね。あ、ということはうちら一回透明化のポーションを使うとどうなるんだろう。たら絶対見えんでしょ。一旦村行って透明化を持って、うん、みんな飲んで近づく。そうそう、そうするといいかもしれんね。せい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 、沼おはようちゃー。おはようちゃー。では検証していきましょう。透明化になればいいんです。透明犯、透明犯お願いします。なかなか繊細なトラップやったんやな、あれ。どうも。そういうことなんですね。うん、よし、作ったよ。はい。さあ、この七不思議解けるのか。消えろ。よいしょ。おお、久々。これどうや。平和やわ。飽きまへんわ。飽きまへんな、これ。完全に村人に向いてるけどな。職業ブロックじゃないですか。マジ？職業ブロックの向き？違う。農民じゃないですか、これって。え？リンクしないんじゃない？関係ない。イシウス？おお。コンポスターにしないか。っていうか、うん、そのリンクしてないので、多分これ、うん、コンポスターでリンクするっていうか、無職からやらない感じじゃない？もう決まっとる職業でやってるもんで、うん、おかしいのかなっていう。あ、でもさ、あれじゃなかった、うん、あ、違うか。もうあれか、決まってまったらダメなのか。決まっとるもんで職業マスターいるな。そう。いや、ちょっと待てよ、これ多分農民がおるで、ようこんだけリンクしないんじゃないか。ようこんだけ録画してそういう現象それかすごいわそれじゃない、でももしね、うん、かもしれん。うん、よし、それやってみよう。可能性はこれしか、うん、もう考えられん気がする。俺はそう思うわうちもそう思う。ほな、新米を連れていく。新米ですね。ペーペーを連れていこう。そうだな。はい、行きますよ、新米。いけいけ。3体とも新米さんかってこと。新米っ
ていうか、もう向こうで、うん、あの職業が変わったらそれで OK だと思うんですけど。あはははは、え、カズさん、あれ、え、ヨシさん、ヨシさん、ウェイウソン、あれ、勢いが良すぎた、ストッパーが流れたやつが、ストッパーつけとこう、これカズさん、おかわり、おかわり、おかわり、そんな簡単に。ストッパーはある、もうストッパーシステム完璧やで。もう一回、もう一回やったらしよう。どうぞ。お、あ、生まれた、うわ、なんか上に生まれたぞ。なんだあれ、木材の上に。あ、やっぱだからこれが3人目になったんだ、ちゃんと。つまり、はいはい、職業がやっぱ判定がちゃんとされてなかったよな。うん、思った通りやけ。やっぱな。あ、なに、なに、あ、死んじゃないの？え？あ、死んじゃ、え？嘘！あ、まあでも実証できましたね。そうですね。うん、あとはもうちょっと裏でやりますわ、さすがに。もう頑張りすぎちゃったんで、大変でしたね。うん、大変でしたわこれは。まああとは微調整と。うんうん、そうだね。生まれましたからね。やっぱそういうことだ。うん、はい。いや、謎解き大変だった。大変でしたね。皆さんもぜひジャバ版やってる方はね、見てください。はい。それでは。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。